日本生命セパ交流戦ヤクルト日本ハム8日、神宮、若きスターは装備品まで常識を超えていく。動画、超新モデル体型にサングラスが映える、万波中世のおしゃれな先生ソロ日本ハムの万波中世が先生の7号ソロを放った。3回の第2打席、サイスニードの浮いた変化球を叩き、ファンの待つレフトスタンドへと運んだ。ダイヤモンドを一周する万波は、 日差しの強いデーゲームということもありサングラスを着用。しかし、多くの選手がつけているような縁なしのスポーツサングラスではなく、縁ありのスタイリッシュサングラスを身につけ、颯爽とホームまで進んだ。豪快な本塁打に加えて、ファッショナブルな一面も見せたンナミのアーチをダズンジャパン公式 X が動画で紹介。ファンからは、マン満中、良い賞、ナイスホームラン、キャレットキャレット。 と、本塁打を称えるコメントに加え、万波のサングラス。これ普通に遊びに行くと気につけるデザインじゃないわら。ハワイ旅行中ですかって感じのサングラスわらわらあれスポーツ用じゃないだろ多分など、プロ野球では珍しいサングラスに驚く声も寄せられていた。SNS では一時万波のサングラスがトレンド入りした。西日本新聞社。